はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。この最初のね、冒頭の声で、あ、これはもしやって思った方はもうあなたはハイチ検定1級かもしれないですっていうのは、私今寝起きです。すいません、今週ちょっと寝起きハイチでお付き合いください。私のスマホ現在6月19日4時5分、朝ですね、4時5分を表示しております。というのも、昨日寝かしつけ、子供のね、寝かしつけ終わった後に撮ろうと思って寝かしつけに行ったらですね、久々に寝落ちしまして、で気づいたら朝はっってやばいって、で今日ちょっと日曜日出かけるので、そう、日中撮れないからここで撮らねばならぬっつって仕事部屋に駆け込んできて動画を撮ってるといった、まあ、そんな感じです。ちょっと声のトーンこんなんですけどね、今週はこれでお願いします。で、多分タイトルちょっとはっきり決めてないんですけど、まあ嫌なことがあった日みたいなタイトルになってるかと思うんですが、まあ、皆さんも人生生きてていいことばっかだけじゃないじゃないですか。嫌なことってまあ起こるわけだし、まあ泣きっ面に蜂じゃないけどさ、嫌なことが連続することもありますよね。で、まあそんな時にどういうふうにこう考えてまあ過ごしていくかっていう、いうのを、まあ、少し経験談話せたらなと思います。っていうのも、まあ、ちょっと私今その時期で結構ね踏ん張ってるんですよ。だからまあちょうどいいかなと思って、でまあ今までももちろん話したことがある内容ですし、ツイッターとか、まあ、生放送とかでもね、そういう発言よくしてるから、よくもねえかしてるので、まあまあまあ聞いたことあるって方も多いと思うんですが、自分の51対49っていう数字の比率をよく言うんですよ。結構使ったりね、ちょっと前に作ったグッズというか、コラボさせてもらってシャツを作ったんですけど、そこの胸元の、ね、ポケットのところにも51対49っていう刺繍を入れてもらったりとかするんですね。で、まあ、最近私のことをね知ってくださった方は、見たことあるけど意味がわからんっていう方もいると思うので、あれ、人生は 51% のいいこと、まあ、幸運と 49% の嫌なこと、不運でできてるっていう、私の人生の家訓という、家訓じゃねえな教訓だね、っていう感じでよく言うんですね。で、これ何を表してるかっていうと、嫌なこともあるんですよ。半分ぐらいも嫌なことなの、人生なんて。でも51対49っていうめちゃくちゃ際どいね、その本当に僅差の比率なんだけども、いいことが絶対多く起きるって、でそれを信じてないといいことは起きないよねって、てかいいことをいいこととして見つけられないよねっていうふうに思ってるんです。で、だから今ね、ちょっと嫌なことが起こってる時期なんですよ。でしかも嫌なことが起こってる時期にさ、俺結構熟睡型、爆睡型なので夢覚えてないんですよ、基本的に。でもね、今日久々にうなされて起きたまあだからこの多分早朝に結構早い時期に起きたのもあるんですけど、しかも、ね、結構久々に嫌な夢だったよね。なんか起きた時にある程度の嫌な夢だったら、ああ夢でよかったって思うことは多いんですけど、あんまりにも嫌な夢で、なんかもう起きた瞬間に呆然としてた、はあみたいな、終わったみたいなもうどんだけだよっつってね。あ、でも元気ですからね、で心配しないでください、ごめんなさいね。でもそうそう、そんな時期でさ、でまあそんな感じだったんだけど、夢も。でも嫌なこと続くけど、あ、この後にそれ以上のいいことがやってくるんだなって、だからそこまで踏ん張ってやるよって、俺を試してんだろみたいなぐらいな気持ちでいつもいるんです。どんな嫌なことがあったりとかで、それでもさ、嫌なことって続くじゃないですか。そうで、続くとしてもそうやって思ってる。でこれはね、多分みんなの中には、いや、そんな風に耐えられませんって方もいると思うの。俺もそうだったし、昔で、なんでちょっと変わってきたかっていうと、そこはね、年のこうなとこがあって、37年生きてるとさ、こう嫌なことが連続で起こったりとか、衝撃的な嫌なことが起こったりとかもうするわけよ。でもね、耐えられなかったことはないのよ。必ず、まあ俺はその考え方、俺は別にみんなはみんなの考え方とかねを見つければいいと思うんだけど、なんとかなったのよ。だから今度もなんとかなるよっていう風に言ってやれるようになったんだよね。そう、それはなんとかなるっていう経験が多く重なったからだし、なんとかなった時をちゃんと自己認識してるから、そう、
なんでそこがやっぱ大きいのかなと思うんだよね。でもこの話するとね、以前ある方に言われたのよ、あのユーザーのね方のある方に、そのいいことが今すごい起こってるんだって、その方だから反動で嫌なことがやってくるのが怖いですと。わかる、これわかるよね。でもねここもね私すっごい都合のいいね、あの考え方見つけちゃってて何かっていうと、でもこれあの別に都合のいいって表現も使ったんだけど、本心で思ってて、51の幸運が起こった後に49の不運をやってこないんですよね。その反動で次49のが来たとしても、それはその後にやってくる51のセットなんですよ。だから今幸運が起こっている方、いいことが起こっている方っていうのは、以前しんどかった49の不運の方の反動なんですよ。51は先にやってこないです、俺の中で。そうだからいつもそう考えてる。だから幸せだとさ、ね、不幸せ来たらどうしようって思う。まあでもそれいずれ来るんだよ。人生なんて波だから、そう波が起こってるからね。来るんだけど、でもそういう風に考えてるの。でここまで話してるとさ、相当ポジティブでさ、相当都合よく考えてるって思うと思うんだよね。まあポジティブではないんだけど、めちゃめちゃ根っからのネガティブなので、そうだけども、結構大事にしてるのは、あ昨日ちょっと話がね行ったり来たりなっちゃうけど、昨日夜さある新聞の取材で、で高校生のなんかなんて言うんだろう、その新聞あと取材に同行する方が15人だっけな。集まっていただいて、だから新聞記者の方お一人 と、高校生の方15人とズームでね取材をしてもらったの。でその時にも伝えたんだけど、人生の主役ってみんな自身だよって、そう他の方が主役じゃないって、あなたが主役だって、だから自分の思うように生きてくださいみたいな話をしたんです。でもさ自分の思うように生きるってめちゃくちゃ難しいんだよね。でもそう言っていたいの。難しいことだとは分かってるんだけども、なんでかっていうと、自分の好きなように人生は解釈していいし、俺のね 41% のあ 49% の不運が起こった後に 51% がやってくる。だから幸せなこととかいいことが起こってる後にその分の反動はやってこねえって、めちゃめちゃ都合のいい解釈でしょ。でもいいんだよ、だって俺の人生は俺が主役なんだもん。それに関して他の方がね、うそんなにダセーその考えって思う方ももちろんいるだろうけど、まあ、どうぞすいませんダサくてすいませんって思うけども、でもそれは俺がしっくり生きてる、俺が生きやすくなるならそれでいいかなって。人生の考え方において、俺は基本的に他人に迷惑をかけないっていうことは大前提だと思ってるの。まあでもバンプオブチキンのね歌の歌詞にもありますけど、まあその生まれた瞬間にこう場所を取るわけだし、何かしらの誰かしらへの邪魔というかマイナス要素を発生してるわけよ絶対に。だけどさ、それはあるけども、じゃ自分が何かを発想することで人のものを盗んでいいって俺がそう言ってんだからっていうのは、盗まれた方に関してすごいこう苦痛を与えるわけじゃんから、そういうのはおかしいの。自分の中でそこの部分がちゃんと満たせてるんであれば問題ねえよっていうのが俺の生き方なのね。だからまあすごくね、まあしんどい方もいるだろうし、しんどい時って前向くのほんときついんだよね。だから休息取るのも一個の手なんだよ、もうちょっと全然いいのそれはそれで。ただ俺は自分の性格を分析というかね、一応自分のことは把握していて、その足を止めて休憩するっていうのが性に合わないんだよね。性に合わないというかポジティブに方に作用しない。そう休憩をするとね、またどんどんへこむ方になっちゃう。なのでどんなにしんどくても前に一歩踏み出していくって、見える景色を変えていくっていうのが、自分にとっての機嫌の取り方だから、であとは自分の都合のいいようにね解釈をしていくっていうのが、自分のね、生き方なので、まあそんな風に生きてるやつもいるよって。で俺は学生の時に今こう話した内容、ちょっとね言い方は変わると思うけど、言ってほしかったんだよね。いいんだよって、自分の人生だから好きなように感じていいし、好きなように考えていいんだぜっていうの俺は言ってほしかったなって思ってね。なのでまあね、このダラダラジオを聞いてる方もそんな多いわけではないし、ね、受け取って聞いてくださった皆さんが全員が全員ねそういう風に感じるとは思ってないんだけれども、でも一人でもね、多くの方がというか少しの方でもそういう風に、あなんか聞いてよかったなって思うことができて、自分の中で生きる上で新しい考え方発想が一つでも、その種がねなんか
得てもらえる方がいるなら話す会があるのかなと思って、ちょうど落ち込んでる時期で、落ち込んでるとか嫌なことが多い時期だったから、そういいかなと思って喋らせてもらいました。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週日曜日にね喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。で、久々の告知というか案内になりますが、画面にね左下にボイシーのこと書いてあると思います。ボイシーっていうラジオアプリがあって、そこで月曜から土曜日、つまりダラダラジオがない日は毎朝6時に 毎日投稿してるんですよ。これでも毎日皆さんからいただいた質問相談に一件答えていくっていう活動もやっておりますので、もしね何か相談したいことがあれば、ちょっと今たくさんいただいてるんで15件に1件ぐらいしか返せてないんですけど、お答えさせていただきますので、 Google フォームの方もぜひ、多分概要欄に書いてあるかな、ぜひそっちに送っていただければ、もしかしたらお答えするかもしれませんので、よかったらね使ってみてください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。また来週お会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。良き1週間になりますように。